やっほー、皆さんこんにちは、ジュリアです。今日は今から久々の飛行機に乗って沖縄に行きます、うん、めちゃくちゃ楽しみにしてた今日。あ、やばい、久々の飛行機が見えてる、楽しみ。もう今ね、羽田空港に来ていて、飛行機に乗る前なんですけど、まだ時間があるからね、もうチェックインしてて、そう、もうね、荷物、大きい荷物預けたので中に入ってるんですけど、朝ごはんを食べてないから、今から朝ごはん食べたいと思います。やばい、飛行機って大きいね。ちょっと見てこよ、飛行機。さんも一緒にいます。じゃーん。ちょっとね、沖縄を楽しみたいなって思ってるんですけど、なんとなんと台風が接近しております。キャー。なんでこれなの。タリーズどこだ、なんか迷っちゃってるけど。違う画面、違う寿司屋。やばい、お腹空いた、めちゃくちゃ。え、どこだろう、タリーズ。まあ、タリーズ探しをしてるんだけど。あ、お蕎麦屋さんやな。立ち食いそばだ。そばもいいね。でも海外行くわけじゃないのに、なんか和食は食べたくなってくるっていう。あれ迷ってるね。ちょっと探しました。リーズ結局ね、パン屋さんで買いました。朝ごはん、ビョーン、チーズナンです。美味しそう。そう、なんかね、タリーズのパン屋さんみたいな感じで、タリーズの飲み物がいっぱいあった。パン屋さんは蒸しパン、蒸しパン。これがめちゃくちゃ美味しそうだった、かぼちゃのブリオッシュです。いただきます。やばやば、あ、なんでそんなことなの。なんで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 、ちょっと待って。美味しい。チーズなこれ、ブラワー。これは知らん。俺はだって食べてないから。カレーな、カレーなんだっけ名前。カレー美味しい。うん、腹ごしらえ。めっちゃお腹空いてたから最高。でも、沖縄料理のためにお腹を空かせないといけない。そうや、今食べてたら。今日は食べに行きたいね、場所があるから。夜楽しみにしといてください。ホテルにもう早速来たんですけど、ここのホテルはアートホテルな感じで、名前がね、アンテルーム那覇っていう名前のホテルです。だからね、部屋の中もこんな感じでね、アートが飾ってあるの。すごい、ホテル入った時からもうすごいアートな感じでね、面白かったよね。すごいね、本当みたい。ちょっとね、ゆっくりお散歩してみたいんだけど、普通にカフェ利用とかもできるみたいなので、多分沖縄の方、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、ぜひ来てみてください。那覇空港から車で10分ぐらい、そう、近いの。だから今からまた車で出て夜ご飯を食べに行きたいと思ってます。ちょっとベランダにね、出たいと思います。今日は晴れだからね、よかった。なんとか天気が持って、夕
夕日がいい感じ。じゃーん、海目の前が、え、これの上なんだろう、高速道路かな。すごいね、すごい、すごい、夕日がこんなに綺麗です。目の前が海になってます。雲も綺麗だし、いい感じだね。今日はここで一泊します。またね、明日以降違うホテルに行くので今日だけなんですけど、こちらはやらー、絶対朝も綺麗ということで、もう少しゆっくりしたらホテルを出て夜ご飯に沖縄そばを食べに行きます。嬉しい。ちまみ豆腐もできれば食べたい。あったらいいな、ない店もたまにあるから、うん、あると期待して出たいと思います。砂糖きびを買いました。これも噛む感じかな、あれやろな、あんま知らんのかな。うん、おいしい。うん、すごい、なんていうの、汁、液体、うん、めっちゃ出てくる、甘い甘い。どうぞ反対側、はい、なんか繊維が取る。国際通りをちょっとお散歩してきて、めっちゃ沖縄気分になってきたところで、インスタグラムのストーリーでね、教えてもらった那覇でおすすめの沖縄そば屋さんのね、ソヘそば屋さんにね、今から行きたいと思います。車ですぐなので7分かな、なので向かって夜ご飯に沖縄そば食べます。今はね7時前です。ちょうど7時に夜ご飯という感じで、めっちゃ楽しい。絶対軟骨のソーキそばを食べる。向かいます。まかないそば三枚肉と軟骨ソーキのトッピング。へー、どうしよう、軟骨は食べたいからどれにする。これでも上位順って書いてあるね、人気順ってこと。あ、そういうことだね、そういうことだね。どっちにしよう、こっち。じゃあ私これにするわ。小江さんもこれ。せやな、だってこれとこれのあれがこれやろ、うん、そう、コラボ。あ、これじゃん。乾杯。おいしい。マンゴージュースも最高。うん、いただきます。暑そう。うん。うん。おいしい。なんかちょっと濃いめな気がするわ。うん、幸せ。なんだな、なんか骨。うん、おいしい。めっちゃおいしいね、これを食べたかった。このパターンとこっちパターンをやってみて、綺麗にね流すってこと。なんだこれ、ピョンピョン出てくる系は。よし、これいいよ。はい、ということで沖縄そばを食べてホテルに帰ってきて、お風呂に入って今のんびりしてました。今日はね、沖縄に着いた初日だったんだけど、明日イベントがあります、沖縄で。そうだから今回来てるんだけど、その様子までね、ちょっと Vlog 続けて撮りたいなと思ってるので、今日はとりあえず1日目はこんな感じで楽しみました。このまんまこの動画で Vlog 続くので、また明日撮りたいと思います。とりあえず今日はもう少ししたら寝ます。おやすみなさい。また明日。
ようございます。朝になりました。髪の毛はボサボサ。おお、自分が撮ってるのが映ってる。じゃーん、朝の海めちゃくちゃ気持ちいい。はい、今からねメイクしたいと思います。メイクしておにぎり食べてホテルを出て会場に向かいます。じゃあちょっと急いでねパパッとメイクしていきます。髪の毛がすごい。はい、メイク終わりました。完成しました。とりあえず今リップ塗ったんだけどね、このねシャネルのリップの色可愛いからちょっとお伝えすると、シャネルルージュココボーム914番です。ちょっとね後でイベントの時はこの色にするかわからないんですけど、とりあえず塗ってじゃーん、ポーク卵食べます。これを食べてパワーをつけてイベント会場に向かいます。はい、ホテルを出てきました。今ね豊崎ロフトに向かっています。今日ねもう年間の沖縄でのイベントっていうことで、もうめっちゃめっちゃ楽しみにしてました。私はもうずっともう前から沖縄でイベントがやりたい、イベントがやりたいというか沖縄のみんなに会いたいなと思っていて、すごいね見てくれてる方が多くって、沖縄の方で、そうだからねもう何年越しなんだろうっていう感じで、もうなんかまた一つ小さな夢が叶ったんですけど、楽しみにしてます、みんなに会えるので。ちょっとロフトの中では動画は回せないので、また終わったらね感想とかをお話ししたいと思います。じゃあみんなに会ってきます。はい、ということで家康沖縄豊崎ロフトでのイベントが終わりました。とっても楽しかったです。本当に沖縄のみんなにやっと会えたという感じで、みんなもねなんかもうずっと見てましたみたいな、長年見てました、会いたかったですっていう言葉をかけてくれて、私もやっと来れましたっていう風にかけて、もうお互いがね会いたかったねみたいな感じで、もういろんな人に会えました。沖縄の方に本当に沖縄のお土産とかもたくさんありがとうございます。ということで今からライカムのロフト店に車で向かいます。時間的には40分くらいかな、高速乗ったら。なんだけどちょっとお昼ご飯のお時間なので、今12時半です。今から私がねみんなにねおすすめしてもらったキングタコスっていうところに行ってタコスを食べたいと思います。沖縄にさ来てるのにさタコス一回も食べたことなかったから楽しみなんですけど、タコライスとか大好きだから野菜が取れるからね最高ですっていう感じで向かいたいと思います。沖縄の景色を見て楽しみながら向かいますね。はい。はい、じゃあ向かいまーす。じゃーん、着きました。キングタコス来てみたかったの、みんなが教えてくれてからなんだけど、めっちゃお店の中混んでたのでテイクアウトしてます。風が強い。そう、めっちゃ可愛いんだけどね、店内も可愛い感じしたんだけど、もう満席だったから車の中で食べます。で今頼んだので待ってます。めっちゃ大通り沿いでも可愛い。じゃんじゃじゃーん、キングタコース、トマトソースどうぞ。わあ、これ汚しそうで怖い。で、浩平さんもすごい。すごい。あ、ちょっと待って。すごい。でかっ。わあ、待って待って待って。ボリュームがさ、想像以上すぎて。はい、ありがとう。これさ、めっちゃチーズじゃん。え、すごい。授業絶対こぼすよ。え、じゃあどうしたらいい？え、だからなんか、聞くのよ、そういう時のために何か。こっちまで来てるやつ、これを引いて、ありがとう。こうね。そうそうそう。じゃーん、いただきます。うん、え、おいしい。お肉しっかりしてる。これが本物のタコライスかって感じよ。沖縄で食べれるの最高。だって沖縄発祥だもんね、タコライス。あ、そうなの。うん、
安かったよね。この量で700円だよね。忘れちゃった。これさ、これ結構辛いよ、トマトソース。あ、そうな、うん、全部かけちゃった。ほら、いけるかな。ちょいちょい食べようか。チーズすごいの、こっち。お肉がなんかさ、うん、なんかお肉違うよね、うん、これ何肉なんだろうね。すごい本場って感じ、なんか本物って感じじゃない、うん、辛いトマトソースが、うん、美味しい。はい、ということで帰ってきました。ライカムロストで今イベントをしてきて、あの写真を皆さんと撮ったんだけど、もうね、とっても2つ目も楽しんでみんなとお話ができました。すごいね、もうみんなね、もうさっきも言ったけど念願ですというか、やっと会えたというか、そんな感じでいろいろお話しして、ちょうど今ねイベントやってる時に雨がすっごい降ってたみたいなんだけど、終わった途端ピカーンと晴れてすごいハッピーな気分ですで、今からね今日泊まるホテルに行くんですけど、ちょっとこのね動画が多分長くなっちゃってると思うので、また次の動画で今日泊まるホテルの紹介とかをねしていきたいと思うので、次の動画ぜひ見てください。ということで今日の動画は沖縄に来て式のイベントをした日の2日間の Vlog でした。次の動画もお楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。